はい、木の店三目です。ヒノキの、テーブルの板なんですけど、これはですね、3枚の剥ぎ合わせになってます。3枚の剥ぎ合わせなんですけど、使われた板は、1枚板2枚ですね。1枚板2枚を、使って3枚の剥ぎ合わせにしました。ここの真ん中の1枚が1枚で、この両サイドがもともと1枚だったのを切り開いて、こういう風な、だからこっちの板、耳のついた板とこっちの耳のついた板は同じ1枚になります。こうそういう感じの3枚の剥ぎ合わせにしました。まあなぜかというと、まあ見ていただいて分かるように、違和感なく、こちらの方でもこう、まあ、ちょっと追い勝って板目がちょっとね乗ってますけど、まあ、正目が基本的にこう乗って、こちらの方も、まあ、正目がこう乗ってる感じで、こう1枚剥ぎ合わせた時もね、板として雰囲気損なわない感じにできたんじゃないかなと思います。はい、これをですね、今からいつもの、植物油で塗装していきます。じゃあお願いします。最初は、エキストラクリア、オスモカラーのエキストラクリアですね。ヒノキの剥ぎ合わせってね、今回のこの木はですね、実はこれうちの木じゃなくて、お客様がね、ご自分で用意されたヒノキを、支給で、テーブルと足とね、まあ、ベンチなどもあったんですけど、ちょっとそういうのを作る依頼をいただいたので、はい、でもね、ヒノキこれなかなかいいヒノキなんですよ。真ん中に使ってるこのヒノキもですね、もう芯からもこうね、見てわかるように芯からも遠い板だしですね、あと結構ほら目摘みもいいんですよね。すごくいいヒノキを用意していただいて、とても仕事しやすかったんじゃないかなと思いますね、職人さんの方もね。はい、これあと剥ぎ合わせ、こっちがね木表なんですけど、ここ木裏を、そしてこっちが木表、まあ木裏と木表をこう交互に貼ることで、あまりねこうどちらか一方にこう力が偏らないような感じの剥ぎ合わせの、仕方をしていますね。そうですね、あとはもう一つね、まあ、こだわりというか、なるべくこちらのこの真ん中の板のね、白田が、乗らないような感じでね、赤身だけで、こう剥ぎ合わせができたらいいなということでね、そうですね、これも赤身だけでね、いい感じで剥ぎ合わせができてますね。こっちがこれが白田ですからね、この辺はずっとね赤身もちょっとね、この辺が少しね、はい、どうでしょうかね。このヒノキはあとはこの一枚板は、この状態で、ダイニングテーブルですね、足の上に乗せて使うだけの、テーブルになります。まあ、あと足を倒すと座卓にもローテーブルにもなるという、そういうテーブルになりますね。あ、サイズが、サイズがですね、長さが1600ですね。そして、剥ぎ合わせたところで、だいたい80センチから85センチくらいですね、そういう、幅の剥ぎ合わせの板ですね、になりました。厚みはだいたい5センチくらいというところですかね。はい、なかなかいいヒノキですね。節もね、ちょっとこう、まあね、こうアクセントに
乗りましたけど、まあ、そこもまず、自然の感じが出てていいんじゃないかなと思います。あと耳ですね。耳の仕上げも、まあ、ちょっとこう気持ち甘顔を残してですね、やっぱりねこの白木ヒノキもそうですけど、こう削り込んでしまって木が出てしまうと本当途端に板としてこう輪郭がねなくなってしまうんですよね。今こうだとこうラインとしてねちゃんとこう輪郭がねはっきり出てると思うんですけど、そういう風なねところをちょっとこう気をつけて耳を仕上げるようにはしています。この辺もそうですね、あまり削り込まないように。はい、そういった感じで、1回目の塗装が終わりました。はい、いい感じで、塗れたんじゃないかなと思います。あとこの後は、さらにね、ワックス分の強い、床用のフロアクリアを、2回3回と塗っていきたいと思います。はい、また配信の方ねたくさんやってますんで、ぜひ、チャンネル登録そしてグッドボタンを押していただけますと本当に励みになりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。